さんこんばんは、安藤京香です。今日はよろしくお願いします。今日のテーマは、こちらにある通りなんですが、まあ、運命の人に見つけて運命の人に見つけてくれる、まあ、こういった婚活で役立つような引き寄せプロフィール術、まあ、自己紹介のやり方とか皆さん割とね中学校ぐらいまでしかやってないと思うんですよ。人前にこう自己紹介することってなかったと思うので、大人になってからどういうようなことをね言えば、まあ、男性からこうちょっとおいいなと思われるのかってことも含めて今日はお伝えできればいいかなと思って、今日はですねテキストの方手元にあるんですが、それ以外のこともちょっと口頭で言いますので、必要であれば、書いてみてください。まずですね、今回ですね DMM さんの方で登録をするにあたり、まあ、これだけは押さえておきたいなっていう内容テーマにピックして書いてるんですけど、一番最初のとこ読みますね。自己紹介の内容次第でアプローチしてくる男性も大きく違います。そしてあなたが真面目に出会いたいのか、好奇心で出会いたいのか、将来を見据えての本気登録なのか、男性はあなたの書いた自己紹介の文字を見てそれがあなた自身だと信じて連絡しています。ですからこういう風に書いたらいい子に見えるかな、いい女に見えるかなと、本来の自分と全くかけ離れて書くことはあなたが出会いたい男性との、確率を低くしてしまいます。そして自分にいつも無理をして自分が書いた誰かを意識して本来の自分の良さを出し切れません。かといって自分を出会う前から全部知ってほしいという気持ちから、こんな私でよかったらという自分の価値をわざわざ下げる内容や不安要素を記入するのはやめておきましょう。自己紹介はあなたにとって洋服のタグです。まあタグみたいなもんですね。タグが安いと同じように、安い好奇心でしか登録してこないとかね、こういいねしてこない男性にしか目に留まりません。あなたが素敵な子に出会いたいのなら、自分のことを素敵な私ですと二重丸をつけて、ワゴンセールではなく一点物の価値のある女性としてアピールすることを目標に作成しましょうですね。これをまず前提にお伝えしていくのですが、まずプロフィールというのは看板です。自分の看板、私こんな人みたいな、何でもそうですけど、食べ物でも何が入ってるかなって大体こう見たりするときってあるじゃないですか、まあ、あんなイメージなので、それをですねわざわざこうちょっと、低く書いちゃったりとか、全然それ入ってないのそんなの書いちゃったのみたいなのをしちゃうと、実際会うときにちょっと疲れちゃうので長い目で見て本来の自分のことを書いた方がいいんですが、書きすぎると逆におーっていう感じになるので、今日はその辺をですねお伝えしていきたいんですが、まずはですね男性の基本をお伝えしようと思います。男性の根本的な男性って何なんだ、一体どこを見てるんだよみたいなところなんですけど、プロフィールは写真が一番大切ですって書きました。まあ、写真は3枚、まあ、4枚置けるみたいですけど、ね、4枚でもいいんですけど、多ければ多いほどいいと思うんですが、理想としては室内で撮影したバストアップ写真1枚と全身の立ち姿もしくは座ってる姿、まあ、要はここから上が見えるものですね。あと普段のあなたの行動が垣間見れる、まあ、趣味とかそういうのやってるものですね。出かけ先での、計3枚ですね。携帯で撮影したものでも構いませんが、光がある程度ないと暗闇で写しても、ね、表情見えないんでもったいないんで、ある程度日中に撮った方がいいですよってことですね。で、先にこれをこれなんですけど、男性って女性と初めて会った時見るあれなんですね、番号を振ったんですけど、顔見て胸見てお腹見て全部見るんですね。足見てないんで、さっきなんか足が、例えば皆さんもそうですが、あ足が太いからスカートちょっとっていう人もいると思うんですけど、足見てないんですよ。顔、胸、ウエストで一番大事なのがウエストなんですよ。くびれてないとメスとして見ないんですよ。すいませんだからよくダボダボの服装が着ると良くないよっていうのは、そこでくびれてれば女性って認識するんだけど、A ラインのアビーズとか妊婦かよみたいなやつはダメですよ。本当に冗談で来て、顔見て胸見てウエスト見てで全体像見て好きかなみたいになるので、ウエストがちょっとこうクッてなってるもの